スバローグ。いいところに来たわね。ちょうど君にお願いしたいことがあったの。カルテを見たら、最近再診を受けていない患者さんが何人かいて、少し心配なのよ。難病重症患者サポート会という団体を知ってる？病気を克服しようとしたり、そんな自分の経験を共有したりしている患者の活動を支え、励ましているのが一般的な支援団体よ。私が見ている患者の何人かは、難病重症患者サポート会に参加してから治療を拒否するようになったの。さらに怪しいことに、いくら聞いても誰もサポート会の詳細を教えてくれなかったの。だから君の手を借りたいのよ。危険なお願いのように聞こえるかもしれないけど、君がすべきことは簡単よ。サポート会の実情を調査して、一体何をしているのかを明らかにしてほしいの。もしサポート会が主治医である私に隠れて患者に害を及ぼすことをしていたら、黙って見ているわけにはいかないわ。この件、君に任せてもいいかしら？私は毎日この小さな診療所でたくさんの患者を診察する必要がある。それじゃあお願いね。戻ってきたらちゃんとお礼をするわ。君を診療所で見かけたことがある。しらばっくれるな。僕の目をごまかすことはできないぞ。当ててやろう。再診を受けるよう説得しろってナターシャ先生から頼まれたんだな。それに何の意味がある？僕はもう末期だ。いや違う、本で読んだんだ。僕の容体にぴったりと当てはまる症状が本に書かれていたんだ。こんな状態で再診を受けても時間とお金の無駄だろう。サポート会？何のサポート会だ？もうダラダラと話すのは終わりにしよう。実はお金がないんだ。ナターシャ先生はずっと後払いにしてくれているけど。そんなこと君に言われなくても分かってるよ。説得は諦めろ。もういいんだ。前にバフ先生に見てもらっていた時はお金がかからなかったのに。ナターシャ先生のお兄さんのことさ、噂によるとバフ先生は上層部に。何を言ってるんだ。バフ先生、しかもその薬はバフ先生が自ら調合していたらしい。行けたら行きたいに決まっているだろう。そのこれから聞いたところによると、妹であるナターシャ先生がバフ先生の死に関わる。待て、ただの、もういい、後で病院に行く。さっきの患者は経済的な理由で再診を受けていなかった。何を言っているんだい？大声でお願い。はあ、どうして再診を受けない？はあ、でも私はもうこの年。それは若い人に言うべき言葉。実はうちの旦那も同じ病気だったん。それからある日、コウ君、あの人は前から言ってた唯一の気がかりだった伴侶がいなくなった。本当かい？わかったよ。ん？またな、サポ。ああ、聞こえた、聞こえたよ。もっと小さな声でいい。おばあちゃんは旦那さんのことを考えた結果、再診を受けていなかった。他の患者にも聞いてみよう。再診を受けない理由を聞くとは
お前も患者か？彼女以外に俺のことを気にかける人間なんて、今の俺にナターシャ先生の助けは必要ない。確執？そんなものはない。だが彼女のやり方は非効率的。全員を救おうとすることは誰も何せ俺みたいな交付は超ワフ先生を知ってるか？彼が調合した薬は安く、ワフ先生の薬はとても特殊で、だがリスクがあっても誰もが薬を手に入れ、ふん、分かった。どんな奴だって追い込む。俺らのような人間にとって緩慢で苦痛を伴う治療はもう話は、なんだ、こっそり教えてやるよ。難病、重症患者、絶対にナターシャ先生にだけは。ほら、これを持っていけ。難病、特効薬を売ってる場所は分かった。さっきの患者は、止まれ。どこに薬を買い、ここを通る哀れなる老者はみんな、ああ、ちな、値段はサポート会が後から決めたんだ。おい、買うか、待てよ。お前の、今すぐ消えろ。ここから離れるんだ。あの女の鍵、待ってくれよ。俺たちの全員、今すぐ消えろ。無駄口、薬を売っていたやつ。大丈夫、ここは安全だよ、スバローグ。つまりサポート、そんなことをするな。そうでしょうね。バフの残したく、何度も警告しているのに、その人たちが私に、君を責めたりなんかしない。もしバフの特効薬が気になるのなら、バフ先生のことを、貧しい人たちの医者、言葉は悪いけど、もちろん他の、バフの残した薬ですって。あ、ナターシャがここにいるけど、はっきりと言わせてもらうわ。医者としての技術はあるけど、あなただったら何の、バフのことを、バフについてねえ、君に彼女の状況を把握したら、ここに来て。そこの若い子、かわいそうにね。だから病気を感知させるために特効薬、あの苦しみようは死んだ方、それから彼女は今のようになってしまう。本当にそう思うの？彼女と、その表情から察するに、ええ、お話を聞かせてあげ、昔その医者は、でも医者の研究は、その結果医者は過疎、それを知った妹は大喜びした。だから彼女は、その後のことは、バフは貧乏な人たちに、確かに彼の主役は患者、その結果死に至った人たちの、だから正式にありがとう。こうすることで必ずと、でも情に流されず、行ってらっしゃい。止まれ、こっち。お前、やっ、どうやらあの女、野郎ども、争いに意味はない。
たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。後悔しても遅い。ついてないね。悪党め名を名乗れ。いくよ。怖くない。隠れろ。皆さんのお役に立てたかな。どうした？今度は誰が喧嘩を売ってきたんだ？その度胸に免じて教えて。患者たちはこの仮想部には、お私のサポート会は、ふん、ここを見つけられたの。お前たち争いに意味はない。はっせっはっ。うちってばなかなか動かないでね。今祝福してあげるから。うん、ガールから離れろ。殴ったね。ターゲット危険指数低下。気をつけて、スワローグ。どけ、騒ぎを起こしたくはない。自分で認めたようね。どこからやってきたんだ。両親に目を背け。私には患者たちの命や安全を守る、全ての人間を救うこと。そうね、私の力だけでは不可能よ。バフが仮想部に残した負債は今でも私が褒め言葉だと思っておく。私は何とかして町に戻りましょう。大丈夫、ここは安全だよ、スバローグ。ナターシャが患者たちに囲まれている。先生、何？ええ、その通りよ。みんなの病気には合理的かつ科学的な治療が必要。何？ナターシャ。おい、ばあさん。イライラする気持ちもよくわかるけど、担当医である私はみんながそれぞれの困難を乗り越えられるように医療物資を確保する方法を必ず考えるわ。上層部、ナターシャ先生に対して何て。早く特効薬の。俺はもう行く。この話、今から何か質問があるのなら最初から説明するわね。彼は人間の体が寒さに弱いこと、実を言うと吹雪免疫を実現できるかどうかは彼の上層部での研究がうまくいっていないことも知ってたから。でも当時の私はまだ若かったから、彼は仮想部で烈海の侵食をわずかに受けた患者たちに出会った。そして彼はその彼の試薬に病をいつの間にか何の罪もない住民。彼の実験が明らかになった。当時は仮想部が封鎖される。オレグは追放を提案したわ。もし真実を知られていたらバフはきっと
私とオレグは、彼は私の目の前で。ごめんなさい。こういう今日はここまでにしましょう。